いや、いつもありがとうございます。おお、ありがとうございます。はい、FM 大阪オフラジ EX ではいつも番組の最初にね、 INI の皆様お疲れ様でしたと言ってくださいますよね。はい、そうなんだ、いつも聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。FM 大阪金曜夜の番組を担当する仲間としてね、うん、すごい嬉しいですね。はい、私も嬉しい。ああ、声どうした？なんだ、今日そのモード。おっと、すいません、申し遅れました。オフラジ EX を聞きの皆さん、はい、DJ のアワジェルさん、はい、ウィスポ？キニさん、はい、ご無沙汰します。うん、INI のオフネームユリウスこと佐野雄大です。僕は以前一度出演させていただいたことがあるのですが、今日は他の仲間たちも一緒にお邪魔しています。ありがとうございます。はい、 INI の、オフネーム月太陽こと後藤健です。月太陽パンチもうすごいな。カジパンはなんて、あなたは、はい、はい、INI のオフネーム、匠アルディーニこと尾崎匠です。匠アルディーニ、アルディーニ、あれアルディーニですけど、アルディーニ、はい、匠アルディーニさん、はい、すいません、今日連れてくる人間違えたかもしれません。あっ、よろしくお願いします。合ってる、お前も結構やばいぞ。ちなみになんですけど、はい、お二人はなぜそのようなネームになったんですかね。いや、というか、匠アルディーニですけど。ああ、すいません、すいません、愚問でしたか。愚問ですね。すいません、はい、でも分からない方もいるかと思いますので、一応説明だけ、詳細だけいただけると。一応その職域の相馬のキャラクターで、いましたね、確かに。いるんですか。あ、いるんだ。すごく人気なキャラクターです。ありがとうございます。その人気をここで出しました。なるほどなるほど、じゃあ人もっと人気になれたらいいですね。ありがとうございます。武田さんは言いにく、あ、すいません、月と太陽さん、はい、月太陽です。月太陽さん、月太陽じゃない、月太陽さん、ごめんなさい、プライドが、はい、はい、そうですね、本当に直感で決めました。なんか僕いつもお店でプライベートでもこのニックネーム使わせていただいて、うん、お店で、ご飯、飲食店予約するときも、月太陽でお願いします。うん、ああ、ちょっと感じですか。お月様の月ですって言ってます。全部入らして入らして。全部よ。いつもタケルとご飯とか行ったりするんですけど。なんだよ、アルディに。うん、ちょっとすごく恥ずかしいです。タケルと行くと。月太陽って。あ、月です。そう。めっちゃ恥ず、なんかすごい顔してます。お、バカにしてるのか。お前はお前は月じゃないから。それタケルが言うやつ。うん、はい。ユリウスさん。ありがとうございました。進まんでこれ。はい、ということで、この番組はオフ会をテーマにした番組で、アニメやゲームのお話をされているそうですが、実は僕もね、アニメをよく見ていまして、はい、今日は最近僕がハマっている作品をオフメイトの皆さんと2人にオフ共したいと思います。あら、はい、いける。俺のアニメ紹介できる。あ、僕まだアニメとは言ってないんですけど。あ、言ってないか、言ってないか。ゲームかもしれない。嘘です。はい、はい、僕が今回紹介するアニメは、ミギとダリです。何それ、初めて聞いた。はい、ミギとダリっていう、ね、アニメが始まったんですけども、ね、それがね、ちょっとなんか、サスペンスチックな、復讐要素もありの、コメディ要素もありの、お話になってるんですけども、双子の、兄弟がいて、もうほんまに瓜二つなんですよ、はいはいはい、もう他人から見たらどっちがどっちか分かんなくて、はいはいはい、なので二人で一人の人生を全うしてるんですよね。からタイミングによって入れ替わったりとか、なるほどね、なんかそういう風な奇妙な感じでお互いさっとタイミング交代して役割を果たし合ったりして、はいはい、過ごしているんですけど、はいはい、これがね絶妙なんですよね、全部が。サスペンスもいい感じのサスペンスで、で、コメディもいい感じのコメディすぎないし、はいはい、みたいな感じで、しっかりでもなんか意地悪なやついっぱい出てくるんですよ。それに対してちゃんと復讐もしっかりね、こなしていくんですけども。楽しそう。これ、坂本ですかの人やった。ありがとうございます。気づいていただいて。っていうアニメがあるんだ。そうそう、あんねんけど、はい、結構ね、あんまり被らない感じのアニメだなと思って、すごい個性ある。双子が主人公だよね。そうなんですよ。あんまなかなかないよね。そうなんですよ。それが結構面白くて。あ、ここでなんですけど、僕ばっかり今喋ってしまったので、はいはい、お二人何かこれいいよっていうのあれば教えていただけたら嬉しいです。匠もだって負けないぐらいアニメ好きです、ね。アニメは結構もう中学3年生から。そうですね、アルディーニさんですもんね。アルディーニさん、さすがです。なんで結構見てるんですけど、はいはい、まあ、最近で言うとダンジョン飯というアニメがあるんですけど、最新、はいはい、アニメ見てますね。見てますね。ダンジョンに行くんですけど、はい、それを倒して飯食べるっていう、はい、アニメなんですけど、これもなかなかなく、なんかご飯系のアニメって結構あるじゃないですか。はい、だけどその、ダンジョンのモンスターを
食べるっていうアニメは未だかつてなくて、はい、確かに。なんかそのもう興味出てきたっしょ。はい。すごい。ちょっとお腹空いてきました。お腹は空いてこんけど。モンスターです。モンスター食べてーす。モンスター食べてーす。はい。まあそういうアニメです。はい、俺はおすすめします。おいいですね。あ、じゃあ代わりに一緒に男女行きましょう。男女は行かんけど。はい。なんか、うん。男女行きましょう。じゃあ次行っていい。はい。たけるさんお願いします。はい、あ、月さんお願いします。あ、次はい。月太陽。月は？あ、僕はですね、本当にもうすごい有名なんですけど、今めちゃくちゃハマってるのが、バイオレットエヴァーガーデン。おー、よかった！今めちゃくちゃハマってる。書いてた人？書いてた人ぐらいやろ、この人。嬉しいさんが書いてくれて。ある程度頑張ってください。ね、めちゃくちゃ、俺なんか、バイオレットちゃん。アニメあって劇場版あるやん。はいはいはい。バイオレットちゃん。劇場版から見ちゃって。どういうこと？あ、でもそういう入りもいいですからね。でもそれでもう、一気に掴まれて、この前8話まで一気に見ました。でも最近こういう方めっちゃ増えてるらしいですよ。あ、そうなんだ。劇場版に連れられて興味を持って本編の方を見るみたいな。そうだ、すごい劇場版のアニメってすごい最近注目を浴びてるらしいです。めっちゃ、っていうのを聞きまして。そう、すごい要約されてるから、ね。まあ、確かにね。最初にちょっと教えてくれるな。あ、そう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 。しかもちょっとそそられますよね。なんかそれがいいですよね。それがいいんです。皆さんもぜひ。もう見たことある方はぜひもう一度絶対見て見てみてください。はい、ありがとうございます。ああなんてね、語り始めたらまあ止まりませんけども、なんと時間が足りないということで、また結構喋ったね。はい、じっくりお話しさせてください。よろしくお願いします。はい、さてそんな我々 INI ですが、来週2月14日にセカンドアルバム、はい、マッチアップをリリーします。ありがとうございます。はい、ます。じゃあ月さん、どんな一枚になりましたかこれは。はい、やっぱりもうこのフィフスシングル、はい、違うな、フォースシングル、フィフスシングルと、はい、まあ、あってのこのセカンドアルバム、はい、なんで、まあ、INI がいろんなことを経験しての、それを集約した、改めて INI らしさとは何かと、はい、みんなで考えて抜いた結果の一枚と言っても過言ではないので、はい、これもうこれは INI らしさの第一歩と言っても、はい、過言ではないアルバムになってると思う。おお、なるほど、めちゃくちゃ楽しみです、はい、ありがとうございます、同じチーム。また今月2月24日25日には INI セカンドアリーナライブツアー Ready to Pop in 京セラドーム大阪を開催します。ありがとうございま す。実は僕たち3人は大阪出身の地元トリオなんですよね。そうです、はい、凱旋ライブということで楽しみにします。楽しみです。はい、アワジェルとキエニーも遊びに来てくださいね。待ってます。待ってます。はい、ありがとうございます。ということで、これからも金曜深夜の仲間としてよろしくお願いします。ユリスこと INI 佐野雄大と、月太陽こと後藤健と、匠アウティーニこと尾崎匠でした。ありがとうございました。